はい、皆さんこんにちは。おはようございます、こんばんは。イエガラフト KMT ほのかファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。ね、ここ何週間かっていうか、まあ10日間ぐらいですかね、降り続いていた雨、やっとなんか少し、晴れ間が覗くような形で、ね、毎日なんか大きな虹を見ることができたりだとか、なんか心がすごくこう穏やかになるような、天気に少し回復してきたような感じがします。ただですね、全国的に、今回水害がかなり起きているみたいですので、これから先もですね、予断を許さない状況が続くのかもしれません。ちょっとね、災害に見舞われた方々、ちょっとね、大変ですけど、頑張っていきましょう。そして、新型コロナウイルスもやっぱりね、依然として、新型ですね、デルタ株って言われるものが猛威を、振るっています。この辺りもね、ちょっと気をつけていかなければいけないななんて思っています。一人一人がね、気をつけることできっと、収束していくんじゃなかろうかと、思っております。で、当店でもですね、ご来店いただくお客様に関して、必ずね、店内での、マスクの着用、それから、ね、手指の消毒等々はご協力お願いをしております。そしてですね、タバコ吸われる方もいらっしゃるので、タバコ吸われる方はね、何人もで、要は密になってタバコを吸うんではなくて、1名1名、寂しいでしょうが、休憩を取っていただくようにお願いをしております。はい、そしてですね、先日お伝えしたステンレスボルトの危険性というところで、当社でもね、実はステンレスボルトをね、かなりこう多用していました。で、ちょっとね、まあ、強度部位には基本的にはステンレスボルトを使わないんですけど、やっぱりこう、トルクをかけなきゃいけない大事なところっていうのは、ステンレスボルトを、使うべきではないななんて思っております。それからね、コメントでもね、ちょっとありました、電位差っていうところで、要はね、ステンレスボルトは錆びないものの、他のね、スチールパーツを、要は錆を誘発させてしまう結果になるということで、それもねご意見いただきました。とてもね勉強になります。それで、ちょっとね今後の流れなんですけど、純正ボルト、まあ純正ボルトも当然ね使いながらで、まあ新しく製作するパーツに関してじゃあどうするかっていうところで、今考えているのは、まずね黒森 SCM435 っていう高強度ボルトを、採用することを決定しました。そして、高強度ボルトを、当社で、まずね、要はネジ屋さんにお願いをして、専用の、まあ、要はネジを製作していただく。それからですね、表面の処理に関しては、錆にも強くて、表面硬度も上がる、当社のですね、超高中空黒森アクセルシャフト、これと同等の、同様の、要はコーティングというより焼き入れ加工をしていただくような流れを取ろうかななんて、今思っております。で、ネジのメーカーさんの方にもう打診はしておりまして、とりあえずその表面処理をなしで、要はネジを生産していただくっていう流れをちょっとお願いをしております。その後、焼き入れ工場で、低温焼き入れ、窒化処理というのを行い、塩害ですね、塩水に対する要は錆の、発生を抑える処理、それから表面硬度が、HRC 硬度で67になる、当社の、まあ、アクセルシャフトと同様の、表面硬度になるような施工をしてみようかななんて思っております。で、これもね、市販に関して言えば、ちょっとね、岡山県内にもそういう、試験場があります。で、その破壊試験というものを行って、その当社が製作するその超高黒森ボルトに関してどのくらいの体力を持っているのかっていう、要はチェック、そして、純正ボルト、それからステンレスボルト、チタン、64チタンのボルト等々の破壊検査も行った上で、実際正規に販売するかしないかっていうのを決めていこうかななんて思っております。で、製作していくのはとりあえずですね、当社が作っているステムキットだとか、ステップキット等々に、よく使っている、M8 のボルト、それから M10 のボルトの、まあ、主要サイズっていうところで、まずはスタートしていこうかななんて今思っております。
これもかなりのロットになっちゃうので、どうしてもね費用負担が大きくなってしまうので、まずはよく使うものからということで、スタートしていこうと思っております。で、この前回の動画の中でちょっとアンケートも取ったんですね。皆様は今ご自分のオートバイにどんなボルトをお使いになられてますかっていう、要はアンケートを取りました。で、やっぱり、ね、すごいなと思ったのが、まずですね、圧倒的に大多数だったのが、純正のスチールボルトをそのまま使っていますっていう方が 70% ですね。これはね、純正ボルトをそのまま、要は新車からそのまま使われている方っていうのもいらっしゃるでしょうし、そういうね、ボルトの危険性とか、気をつけなきゃいけないところを踏まえた上であえてスチールボルトっていう選択をしている方も、いらっしゃるようです。で、今 70% の方々がその純正スチールボルトっていうのを選択されているっていうところで、意外とね、もっともっとね、なんかジュアルミのボルト使ってますとかステンレスのボルト使ってますって方が結構多いのかなと思ったら、そうではなかったっていうところでちょっとホッとしている部分でもあります。で、その次に多かったのがね、やっぱりステンレスボルトなんですね。ステンレスボルトが 14% の方々っていうところで、やっぱりね、いらっしゃるっていうところで、で、ステンレスボルトってやっぱりね、ある程度の引っ張り強さはあるんですけど、やっぱこうかじりやすい、焼き付きやすいっていうところと、そのね、コメントで言った電位差が大きいっていうことと、あとはですね、やっぱりね、こう脆いんですよね。本当にこう破断をしてしまうっていう部分で、まあ、ちょっと足回り等々の要は重要なパーツに関してはちょっとステンレスボルトは控えた方がいいんじゃなかろうかと思います。エンジンのマウントボルトなんかもそうです。エンジンの内部の要はね、カムホルダーのボルトだとかっていうのもそうですね。ちゃんとした規格を通った、強度区分のしっかりした、規定のものを使っていただくっていうのが、まあ確実だと思います。やっぱり危険な目にあっちゃいけないので、それはねちょっと気をつけていただきたいななんて思います。それからね、意外と全然いなかったのが、純チタンボルト、これ0%ということで、ちょっとねやっぱり、チタンボルトの弱いところっていうのを皆さんご存知なのかなっていうふうに思いました。そして、64のチタンボルトを使われていると言われる方が 9% っていうところですね。まあちょっと高価なボルトなんで、やっぱそこそこの性能は出るんですけど、まあやっぱ高価なので、皆さんがちょっとすぐ使えるか使えないかっていうとなかなか難しい部分かもしれません。で、64チタンもね、引っ張り強度に関しては一応ね900ニュートンっていうところで、要はねスチールボルトの要は強度区分の8っていうところに、まあ、近い、存在というところで、それ以上のねやっぱこう強度が必要な部分に関してはやっぱ黒森ボルト、純正ボルト、黒森ボルトを使っていただきたいななんて思っております。はい。で、 SCM の、435黒森ボルトっていうのを使われている方が、7% という結果になりました。ちょっとね意外と、私が思っていた以上に、純正推しの方が多いというところで、安心したと同時にちょっと驚いたっていうところですね。はい、はい。そんな感じでですね、ちょっとね、時間少しかかってしまうかもしれないんですけど、当社独自の、中古黒森アクスルボルト、中古じゃないな、超高黒森アクスルボルトっていうのを、開発販売していく流れに、できたらななんて思っております。それもですね、当社の、ウェブサイトの方で、まあ、何本か単位になるんですかね、販売していこうと思いますので、そちらもね、ご期待ください。はい、ちょっとねマニアックな超マニアックな、世界にちょっと足を一歩踏み入れかけている私なんですが、超高中空黒森アクセルシャフトと同じく、やはりねそういうまあ、要はアクセルシャフトねボルトの一種なんで、やっぱり性能は優先して、より良いものを、使い、より良い性能が発揮できるような形が取れればななんて思っております。これはねごく一部の、まあ、マニアの方々に、支援していただければまあ結構かなというところで、純正ボルトはね確実に純正ボルト、やっぱりね外れがありませんので、まず純正ボルト基準っていうところで考えていただいて、でまあ錆びにくくて、まあ純正ボルトと同等以上の、まあ、強度区分であって、かつ黒くて、鈍い光を放つ、まあ、当社の超高黒森ボルトっていうのを、
もし使いたいななんて方がいらっしゃったら、それはそれでまた面白いのかななんて思っております。はい、これはねまたぜひどこまでねラインナップ増やせるか、どういうふうにできるかっていうのはまだ分かりませんが、ご期待いただければななんて思っております。はい、と重要なお知らせがあります。当社のですね、子ども店長、ほのかさんがですね、めでたく8月20日に、9歳になりました。皆様にもね動画でちょこちょこ見ていただいているこのピットの床にね大きな地上絵を描いてしまったり、ちょこ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 ね、お父さんお父さんって言ってこう顔出ししてくれる娘なんですが、一応当社のほのかファクトリーの、ほのかファクトリーの店長ということで、はい、成長しておりますので、今後もね、我が娘の、成長も皆さんと一緒に、皆さんにも、見届けていただければななんて思っております。はい、でね、先日ねちょっとお知らせした、当社のですね新しいステムキットの、新しいステムキットっていうかマテリアル変更した後の試走行も行ってみました。それに関してはですねまた後日、お知らせしていこうと思います。むちゃくちゃなんかねすっげー結果になりましたということで、お楽しみにしておいてください。じゃあまた次回、この動画もよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次回、バイバイ。あ、そうそう、ちょっとね皆様にお願いがあります。相槌を打つっていう言葉があります。誰かが何かを言った時に共感する言葉でですね、あ、そう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 っていう言葉があります。ぜひぜひですね、じゃあ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 に置き換えてみてください。プチ岡山弁になります。はい、そう、じゃあ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 です。じゃあまた、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ディアホノちゃん。ハッピーバースデー、トゥーユー。おめでとう。おめでとう。頑張れ。いやー、おめでとう。ありがとう。